皆さんこんにちは。こんにちは。夜のようにやってきたのだ。ってことは半額商品ね。のだ。じゃあ商品を見てもらおっか。まさかこれって。そう、積んだおはぎなのだ。でも半額シールが貼ってないわね。いつもの赤と黄色じゃなくて値札を貼り替えて半額にしてあるみたいだね。本当だ、400円が200円になってる。実はこのおはぎ、幸福堂ってお店がテナントとして入って出してる商品なのだ。オリジン弁当もそんな感じでピザやお惣菜を販売してるわね。だからイオン大垣の食品売り場には幸福堂とイオン製のおはぎがあるのだ。そこはイオンが身を引かないのね。仁義なき戦いなのだ。ちなみに幸福堂はショッピングモールや高速道路のサービスエリアにお店を出していて、全国に180店舗くらいあるらしいよ。思ったより大きなお店なのね。株式会社柿安本店ってのが母体で、いろんな食品を扱っているんだけど、和菓子のブランドが幸福堂になるんだって。2個で 198g だからだいたい 100g で作られてるみたいね。埼玉で買ってきたおはぎが定価198円だから値段は倍違うね。味にどれだけ違いがあるのかしら。ナイフで切って断面を見てみよっか。積んだあんは小さな粒が見えるわね。あえて滑らかにしてないタイプだね。じゃあこのまま食べてみるね。いただきます。はい、どうぞ。枝豆の風味がちゃんとあるけど、匂いが強すぎないから食べやすいね。ヤオコーや業務スーパーのずんだ餅は枝豆臭いって言ってたわね。風味が強い方がいいって人もいるだろうから、ここは好みの差だと思うよ。でもさ、いろいろずんだ餅を食べて慣れてきた可能性も捨てきれないから、そのうち業務スーパーのを買ってきて味覚の変化を確かめないといけないね。うちなるおっさん、ずいぶん固まってるわね。なんで食べられるんだろうって考えてるんだね。餅部分が柔らかくてずんだあんとよく合うね。かなり美味しいよ。ということで、定価、半額、どちらも星5でいいんじゃないかな。1個200円でちょっと高めだけど星5なんだ。味がかなりいいからね、200円でも買いたくなる美味しさなのだ。これは視聴者さんの感想をぜひ聞きたいわね。どしどしコメントしてちょうだいね。じゃあ今日はこのあたりにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。刀剣乱舞の映画公開を記念して、幸福堂とのコラボキャンペーンが8月31日から開催中。気になる視聴者兄貴や姉貴はチェックしてみてね。